こないだスーパーに行ったら、ドキュンの子供二人、多分、兄弟が大暴れしていた。棚の間を走り回ってお菓子を落としたり、カートに乗って走り回ったり、人を挟んで左右で隠れっこしたりしている。俺はいつもなら見て見ぬふりするヘタレなんだけど、前の日徹夜ですんげえ眠かったのと、腹が減っててイライラしていたんだな。通路に積んである米袋に、ガキが登って遊び始め、小さな米袋が破れて中身がザーッと流れ出たとき、怒りがピークに来た。くっ、おーら、あーてめえら。食い物の上に立つな。自分の金で何も買えんくせにおら、あー青屋はどこだ。ガキどもは、血相を変えて塀から飛び降り、走って逃げようとするが、俺は、兄貴とおぼしき方の首根っこを捕まえ、走り去ろうとする弟に、おい、父ちゃんか母ちゃん呼んでこい。と言い放った。しばらくして、これまたドキュンな母親が、店員に引っ張られるようにやってきた。どうも、兄貴の方を見捨てて、弟だけ連れて店から出ようとしていたらしい。俺は、緊張が、ピークで声も震えたが、頭は沸騰しているので、お前は、自分の息子にまず謝れ。そして、親子で店に謝って弁償しろ。と、怒鳴ると、すいませんみたいな、ふてくされた感じの母親。息子二人はすでに号泣。そこで、母親を引っ張ってきた店の人が、店のものは弁償できますが、人を不快にさせたことと、この子たちの人生は弁償できませんよ、と、落ち着いた声で言った。母親は、大して反省している様子もなかったが、この言葉に顔を真っ赤にし、しぶしぶと言った様子で頭を下げ、レジで弁財を弁償した。俺は、店長にお礼を言われ、持っていた弁当をタダにしてもらった。最終的には店長グッジョブだけど、俺としては頑張った話。